つになっちゃった。あ、つくしだ。こんにちは。ずいぶん大荷物だけど大丈夫？夕飯のお買い物？パイ先輩、サーリャ先輩。はい、先輩たちはお出かけですか？うん、バンド練習の帰りだよ。そうだったんですね。練習お疲れ様です。ありがとう。人参、じゃがいも、カレーのルー、もしかして今日の晩ご飯はカレー？あ、はい。もうカレーのルーがあるんだから当たり前でしょ。実は今度モニカのみんなで川遊びに行くことになってて、そこでお母さんのカレーを作ろうと思ってるんです。つくし。え、なんですか？それ最高。ありがとうございます。ごめんね、つくし。続き聞かせてもらってもいい？あ、はい。それで今日からしばらく練習させてほしいってお母さんに頼んでて、お母さんのカレーは世界一美味しいんです。だからみんなにも食べてほしくって。じゃあ頑張って練習しておかないとだね。はい、頑張ります。私、つくしのお母さんのカレー食べてみたいな。え、本当ですか？うん、話を聞いてたら私も食べたくなってきちゃった。世界一のカレーだもんね。それじゃあ今度お二人にもカレーの試食してもらいたいです。実は今度バイトが終わった後につぐみ先輩とイブ先輩にもお願いしてて、よければその時先輩たちも一緒に来てください。もちろん、マイスプーン持っていくね。楽しみだな、つくしのお母さんのカレー。ねえ、かすみたちも呼んでもいい？もちろんです。カレーはいっぱい作った方が美味しくできるっていつもお母さんが言ってますから。試食会の日なんですけど、この日なんてどうですか？私はいつでも大丈夫だよ。いやいや、その日はクラレンでしょ。適当なこと言わないの。スケジュール確認してから行けそうな日をいくつかピックアップしてみるね。それで大丈夫かな？はい、ありがとうございます。楽しみにしててくださいね。今からサークルですか？私はこれからマシロちゃんとお出かけなんです。え、あ、そうです。この前モニカのみんなで川遊びに行って。え、トウコちゃんから聞いてる？さすがトウコちゃん、話すの早いな。はい、みんなで川で遊んだり釣りをしたり、すごく楽しかったですよ。晩ご飯もみんなで作ったんです。もちろん私の指導で。モルフォニカのリーダーですから。自分たちで釣ったお魚のムニエルやパエリアを作って、あと私はカレーも作りました。我が家自慢のお母さん特製カレー、みんなにもすごく好評だったんですよ。家でも普段からお母さんのお手伝いをよくしてるんですけど、今回のキャンプではその経験をうまく活かせました。お料理のことわざわざ覚えようって思ったことはないけど、普段から意識せずにやってたことがしっかり自分の身になってたって実感ができて嬉しかったです。あ、そっか、それってバンドと同じですね。最初は簡単な曲も叩けなかったのに、毎日練習を続けていたら今ではたくさんの曲を叩けるようになって、家のお手伝いもバンドもそれだけじゃなくて、きっと他のどんなことも続けていれば当たり前にできるようになるんですね。私これからもこんな風にどんどんいろんなことに挑戦していきたい。それでいろんなことを当たり前にできるようになりたいです。きっとその先に胸を張って輝ける自分がいるはずですから。ありがとうございます。そうやって応援してくれる人がいるとますます頑張れちゃいますね。あ、そろそろ待ち合わせの時間だ。
それじゃあまたサークルで。お話聞いてくれてありがとうございました。